方ないじゃん。年齢も性別もバラバラだし。一応ね、体育の時間は校庭で体を動かすのだけが決まりなの。きっと教育委員会はこの学校を見落としてるんだろうな。お待たせしましたです。さてご一同様、今日の体育は何をいたしましょう。おっしゃ、これでいつものメンバー全員集合だな。さて委員長、今日は一体どんな体育をやるのかな。やるのかな。瞬発力と持久力、スポーツの世界においては仲間などいない。すべてがライバル。信じられるのは己の肉体のみ。なんだそれ、漫画の読みすぎだろ。てわけで、温故知新、古いながらもすべての要素を詰め込んだ屋外乱戦の王様、鬼ごっこで行こう。望むところですわ。ノロマナケイチさんは家の一番の鬼ですの。僕だって負けませんです。レナも頑張るもの。今日は負けないぞ。なんでお前らそんなにやる気満々なんだよ。快速第三条、ゲームは絶対に楽しく参加しなければならない。じゃあこれ部活なのかよ。上等だぜ、鬼ごっこ。乗ってやる。ココイラではこの遊びのことゾンビ鬼って呼んでるけどね。なるほど、食われたやつがゾンビ化するからな。なんでそんな怖いこと言うんだろう。だろう、レナを捕まえたら生きたままお腹を食い破ってやるからな。大丈夫です。ケイチに食われる前に僕が優しく食べてあげますです。リカ、それは全然慰めになってませんわ。最初の鬼、ゾンビはどうやって決める？じゃんけんか？一応授業時間だからね。問題で決めよう。問題を出すから答えられなかったやつがゾンビ。6は英語で。だから答えるの。6は英語で。6だ。なら靴下はソックスだね。アルファベットの後ろから3つ目 X ですよ。では性別は英語で。もちろんわかりますわ。
それは。さとこは大人だもんね。知らないわけはないよね。知ってますもの。知ってるもん。じゃあ言ってごらんよ。あれだよ、あれ。あれは英語で？さとこちゃん困ってる。かわいい。持ち帰るなよ。犯罪だからな。この北条さと子がゾンビ役を務めさせてもらいますわ。みんな食い殺してやりますですな。100数えればいいんですの。100数えるのはズルするやつがいるからな。俺の問題が解けたら追ってよし。してあげてね。5分の1のケーキと6分の1のケーキと7分の1のケーキを一皿に乗せました。うわ、分母が違いますですの。ケーキ1個を60秒で食べられるさとこがそれを全部食べると、お皿にはケーキがいくつ残っているでしょう。見かけなかった
でございませんこと。すまんが伝言を頼まれてくれ。北条さと子にご両親が校門に来てるぞってな。伝言伝言いいよいいよ。待て、まだ行くな。あと園崎美音にもだ。先生が校門のところで呼んでるぞって伝えてくれ。いない。圭一さんどこだろう。お父さんが校門に来てるのにね。火事だから急いで校門に来いって。前原さん家にジャンボ機が墜落したらしいよ。警察が事情聴取に来てるって言ってた。趣味は抱き枕のコレクションなんだって。夜な夜なベッドで抱きながら寝てるって本当なの。ふにふにの柔らかい感触が止まんないって。委員長の写真貼り付けたのもあるらしいよ。なんとか頑張ってますです。
みーちゃんも鬼になっちゃったみたいなの。みーちゃんはなんとか巻いたけど、さとこちゃんは。さとこは土管のところを探してますから、ここはしばらくは安全ですよ。僕が優しく食べてあげますです。う、嘘だよね、リカちゃんがそんな。仲間になってほしいです。誰か助けてくれ。ってことは、あとはレナか。チャイムまであと何分もないね。このレナ、よくも俺を見殺しに。かわいそかわいそです。でもこれでケイイチも仲間ですよ。ゾンビ鬼、なかなか奥深し。気取ってる場合じゃありませんわ。レナを捕まえるのですの。校長が廊下を歩いてる。もうすぐチャイムが鳴るよ。みんな聞いてくれ、レナが大変なんだ。
今すぐレナを探し出してくれ。前原さん家にジャンボ機が落っこちたことより大変なの？ああ、ジャンボ機なんか目じゃないぞ。レナん家に墜落したのはなんと小惑星だ。小惑星ですって？ああ、宇宙人が作った装置でロシュの限界を解除し、まず1個落としたらしい。まさか俺もそこまでやるとは思わなかった。しかも続いて今度は100個も。地球軍の完全な誤算だ。地球軍って私たち宇宙人と戦争でもしてるんですか？このままでは地球は壊滅だ。しかしレナなら、レナの放つ音速のマッハレナパンチなら小惑星を全て迎撃することができる。そう、地球軍のトップエース、それがリュウグウレナなのだ。さあ知恵、同志諸君、レナを探し出すのだ。でも、たとえレナさんでも月を押し戻すことなんてできるんでしょうか？心配無用だ。つい先日もレナは地球に激突するはずの水星爆弾を一つ弾き飛ばしている。小惑星の100個や200個くらい、音速を超える高速のパンチで一撃だ。リュウグウさんってすごいんだ。ケイちゃんの才能をおじさんは改めて知ったよ。しかし、ケイチさんもやるでございますわね。これは頼もしいですわ。でもこの人数なら勝てる。これだけいれば勝てるよ。ケイチはゾンビに立候補した方が良かったと思いましたです。覚悟はできてるだろうな。さっきはごめんね、ケイチ君。だって仕方なかったんだもん。おとなしく食い尽くされるでございますの。みんなで仲良しですよ。さあレナ、念仏でも唱えな。いいよ、ケイチくんなら。
一くんはひどいことしないって、レナ信じてるし。あとわずかのところで日光が差し、悪のゾンビ軍団は廃人と帰したか。ヒロインが生き残るのは映画のお約束だもんな。何を気取ってるのですの？ケイツさんがもたもたしてるから。お仕置きしますです。じゃあ生き残ったでしょうは竜宮レナと園崎美音。イエーイ。あれ、みーちゃんゾンビじゃなかったの？ふりしてただけ。敵を騙すには味方からって言うじゃん。うおー、みよー、着替えないとね。次の授業に遅れんなよ。離せ、サドコ、リカちゃん。いやお母さん、うちに軍手ってあるかな？あとタオル。表の物置の中になかった？タオルは洗面所ね。なに、ケイチ、すごいいでたちで、どこへお出かけ？ちょっと発掘に。クラスメートを犯罪者にしないために。はあ、あまり遅くならないようにね。久しぶり。ケイチ君だったよね。どうも、その説は。そういえば彼女は君の知り合いだよね。あれは一体何だったんだい？彼女がむき身のナタを持って歩いてるんだよ。それもニヤニヤと笑いながら。身に危険を察して隠れたけど、警察に電話した方がいいんじゃないかな。
いいんです、いいんです。ほっといてください。また犠牲者を探して徘徊しているだけですから。富武さんがここで殺されたら、多分犯人はあいつです。せいぜい嗅ぎ回らないようにすることですね。ケイチ君、それ、よそ者の僕への警告のつもりかい？せいぜい気をつけることにするよ。ナタはサヤとかをかぶせて持ってこい。ムキミはさすがにまずいだろ。なくしちゃったみたいでないんだもん。まあいっか、今日で決めるぜ。最後の針をぶっ壊せば引きずり出せるはずさ。準備万端。任せとけ。うん。待っててね、ランディ君。今ケイチ君が助け出してくれるからね。よっしゃ、下がってな。一気に蹴りをつけてやるぜ。どう？うまくいきそう？無理そうだったら無理しなくていいよ。ここさえ折れればあとはなんとかなる。今日は気力も充実。いける。大丈夫。もう一息。今夜レナが寝るときにはランディ君にお休みのキスができるようになってるさ。うん、ありがとうランディ君、お休みのキス。そういえばレナも転校生だったんだろ。前はどこに住んでたんだよ。けどやっぱり田舎だったかな。なんで引っ越してきたんだよ、ひなみざわに。ほらここって結構田舎だろ。ケイチ君はなんで引っ越してきたの？お父さんの仕事と関係あるのかな。うちの親父がアトリエを移したいって言い出したんだよ。こういう山奥がいいって前々から言っててさ。芸術家さんなの？風景画ばっかり描いてる。年に2回くらいはどっかで個展を開いてるらしい。
いね。今度レナにも見せてね。でも楽器途中の転校だったんでしょ。大変じゃなかった？別に、都会ってのには飽きてたし。ごめん。人形の腕壊しちゃったよ。なんだ、ケイチくんが怪我をしたんじゃないかって思っちゃった。ガムテープとかでくっつけて、その上に上着を着せるもの。絶対わからないよ。そっか。じゃあ引っ張り出そうぜ。そっち持ってくれるか。情けないぜ、前原圭一。よっしゃ、レナ。一気に行くぞ。せーの。わ、やったやったよ、圭一くん。わーい。じゃあ手伝うから持って行こうぜ。暗くなるとまずいだろう。うん、そうだね。圭一くん、本当にありがとうね。この恩は忘れないね。恩返しは何がいいか、よく考えておくよ。どんな恩返しだろう。恩返しだろう。